はい、皆さんこんにちは、なにわエクスプレス清水光です。なにわエクスプレス情報お届けしたいと思っておりますが、今日はスペシャルゲストこの方に来ていただいております。どうも、なにわエクスプレス恒例の6 days、 いよいよ迫ってまいりました。ようやく国宝ドラマ東原力也もカムバックして、5人でちゃんとするというのはもう2年ぶりになるかもしれません。2年前にちょうどコロナ禍が始まろうかとしている時にやらせていただいて以来の2年ぶりのなにわエクスプレス6 days、 今年もたっぷり、お届けしたかったわけでありますけれども、皆さんご存知の通り、まん延防止等重点措置が、3月の、21日ですかまでぐらい伸びたということなので、時間はやっぱりはっきり言って9時までに全員退出していただかなければならないという状況にはなっておりますが、はい、お時間まで、今度こそ5人揃ってたっぷりでやりたいと言うてもですね、今年の6 days、 いつもとちょっと違うんです。何が違うかというと年回りですね。この、なにわエクスプレス77年に、結成されましたから、なんと今年結成45周年でありまして、そして、アルバム No Fuse というのが、発売されたのが82年でしたので、それで考えますとデビュー40周年ということで非常に、語呂のいい、キリのいい数字であります。デビュー40周年結成45周年というところで、5人揃えばお慰みという、そういうドキドキ感もありつつもですね、6日間しっかりと、勤め上げようと思っております。カズモンどうですか、体調は。ほんまに俺だけ、俺とケンさんは何のあれだね、憂いもなく憂いもなく元気そのもので、一向に痩せもせず、痩せていないということがね、健康のね、秘訣な、もうね、正直で我々ぐらいの年になりますと、ちょっと鍛えたりして、もう絞ったようなもんなら、どっか病気になったんですかとか言われたりするわけですよ。仕事がないときは、やっぱりこう釣りに行くという。釣りに行く。釣り場に行くときとかいうのは、相当早起きするわけでしょ。晩飯食ってから、リビングで倒れてますね。倒れるんや、まず。まず2、3時間倒れてからむくっと起きて、起きて夜中の2時とかに起き出して出かけると。そんなこんなでもう体調も絶好調の岩見和子さんを筆頭にですね、5人でお届けいたします。3月の14日から19日までの6日間で今のところ一応水曜日と金曜土曜日はソールドアウトということになってはおりますが、こんなご時世です。どんなキャンセルが出るとも限りません。一応直前でもいいですので電話でご確認ください。いずれにしても今でも、月か木は、まだ余裕があるということでありますので、ケリーズ6日間40周年45周年合同大パーリーです。お待ちしてます。どうぞお楽しみに。